一般社団法人地域活性コミュニケーション塾といいます。僕が代表をやっているというか、まあ、僕が立ち上げた団体なんですけども、もともとはその次世代育成ということで、ビジネス教育といいますか、次世代育成するための仕事をしようということで、この南三陸町に知人が何人かいましたので、そういう人たちと相談をしながら、まあ、どうしていこうかな。それで去年の、春に団体を立ち上げた直後に、佐藤直之さん、明日の広告で有名な佐藤直さんですね、佐藤直さんに、校長をやってほしいと。で、僕と一緒に南三陸町に行ってもらって、当時はですね、県立の静川高校というのがありまして、そこの情報ビジネス科の3年生を担当して、授業としてコミュニケーションデザインを教えてほしいという非常に無理難題を彼に押し付けましてですね、でその後1年間、授業として高校生たちに教えてきました。我々は広告業界の人間なんですが、実は広告的手法というのは非常にいろんなところで 役に立つというか、応用が効いてですね、例えばプレゼン力だとか、例えば企画力、提案力、それから調整力、そういったものを求められるんですけども、まあ、そういったことであれば、もっともっといろんなその授業を始めている人、若手の事業者も含めて、いろんな人たちにその提供できるんじゃないかなと。簡単に言うと、人にものを伝える、そのためのその技術だとか考え方だとか、そういったものを教えてきたんですね。で、去年はその今申し上げたように高校生たち相手にしてたんですが、今年からはそれをその一般の若手事業者にもその間口を広げて、月1回、1日約6時間、7時間ぐらいですか、それを計6回、6ヶ月かけて、教えてきました。1回目は非常にシンプルに伝えるということを教えて、その後6回にわたって、で本日最終回を迎えて、タスケアジャパンの石川淳也さんにですね、今日は講師をしていただいたというわけです。はい、俺が全部責任を持つリーダーシップと合意形成のこう両方をうまくやっていくという作業が今一番新しいと言われていて、要はトップダウンではないし、こう対話だけではないし、ここでどちらかというと この辺りで、こう主要メンバーでちゃんとこれだったら町が納得できるんじゃないかということを絞っておいて、ここにみんなで協議してもらって、どうしても納得ができないっていうような意見も吸い上げて、ここを決めていくっていうと、そもそも南三陸町というのは北は気仙沼、南に石巻とあって、大きな市に囲まれた非常にちっちゃな町です。で、震災後いろんな方々がいろんな形で支援をしていますが、やはりこの時期になってくると、やっぱり自立をしていくということが必要で、自立支援が絶対大事になってくるだろうと。で、その上で南三陸町にあって東京にないものとか、もしくはその全く逆で東京にあって南三陸町にないものを探しながら、南三陸町のいわゆるストロングポイント、要するに強みみたいなものを探していこうということをちょっとやってみました。まあ、一番最初来た時に比べたら、やっぱり意見の出し方が全く変わってきましたですね。やっぱりそのここでちゃんと自分の意見を言わなきゃいけないっていうふうに思ってるというか、そういうふうに意識が変わった気がします。なんかそのお呼び腰だったり、もしくは様子見だったり、探り合って、なんか自分のことはあまり表に出さないっていうふうになってたんですが、やっぱだいぶこなれてきたので、ちゃんとそこではっきり意見言って、逆に人の意見もちゃんと聞くようになる、そういうふうには変わったかなとは思います。大事なのはお互いがこうつながり合って、一人じゃやっぱどうしてもその解決できないことを、その町の仲間同士でちゃんとつながり合って、相互補完し合いながら、今後できていくであろう、その町づくりのいろんなそのプランだとか策定されたものだとか、そういったものに対してちゃんと自分たちの意見を言っていく、
企画を出していく、意見を出していくみたいな、そういうそのパワーになっていければなというふうに思ってます。で、事実そんなふうにちょっとなったかなと、本当にちょっとした一歩を踏み込めたかなという気はしてます。